指すは稲葉山城だ。全軍進め。まずは手近な砦を奪い足がかりにするぞ。稲葉山城、父上でも落とせなかった戦場、前線は危うい。位置は本陣の守りを頼む。分かった、ここは任せて。あんまり無茶をしないでね。総大将が自ら先陣に立って武働きとは、織田の当主は噂通りのうつけなのか。とて無駄よ。足がかりとする砦を確保できたようだな。あの男、非凡の将か、まことのうつけか。推し量るならば今が好機。内藤家家臣、明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか、無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするか。まだ名乗りにこだわるか、石頭。いかにも俺が織田信長だ。相手はあの斎藤道三。しかし兄上ならばきっと。油断は禁物でございます。お若、信長様を過信して命を縮めることなきよう。例ながら一旦引かせていただく。わざわざ敵に断りを入れて引くか。腕は立つようだが妙なやつよ。織田本陣を強撃せよ。うつけ殿に兵法というものを教えてやり。まずい、斎藤勢を抑えきれぬ。斎藤勢が押してきている。このままでは本陣を守りきれぬぞ。敗走。東西から同時に敵が。一方だけでも私が何とかしなければ。信行はあちらに動いた。ならばもう一方の敵は俺たちが止めるぞ。ここで斎藤勢を食い止める。
織田の本陣に行かせてはならぬ。この俺を止めようとて無駄よ。壊してくれ。織田信長、美濃を犯した愚行、死して悔やめ。もしも死んだら悔やんでやろう。俺は殺されても死なんがな。織田勢が東西に分散している今が好機だ。出撃の合図を。敵本陣を叩くんだ。合図が出たか。おい、俺も行くぞ。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。西側の脅威は去ったな。あとは東の敵さえ抑えれば。織田ごときに勝ってはさせぬ。出るぞ。開門。斎藤勢は焦って砦から出てきたか。奴らを掃討し、道山の元へ攻め進むぞ。おお、味方の加勢が来てくれたか。これならば斎藤勢を押し返せよ。信行の初動の速さに助けられたか。我が弟ながら頼もしいことだ。味方本陣の危機は去ったようだな。攻勢に出る好機、敵を押し込むのだ。織田はかろうじてしのいだか。しかしこの道山の首を取るにはまだ遠いぞ。敵勢は食い止めたが安心はできない。本陣に戻り守りを固めておくとしよう。これより先に進ませはせぬ。我ら美濃三人衆の部、徳と美を。どうにか織田の勢いを止めないと。ご詰めに出陣の合図を。先ほどから小細工しているのは道山ではなくあいつか。捨ておけんだ。ここで果てるわけには。即なし、参れ。俺を打つけと侮ったか。聞かせていただこう。よっ、さすがだな大将。手触りだ。壊してくれ。この俺を止めようとて無駄よ。邪魔者は除いたぞ。進め。ほう、なかなかやる。織田信長、ちと興味が湧いてきたわ。どけどけ、俺の邪魔をするんじゃねえ。お力添え感謝いたす。
お前が信長か。評判通り、うつけた面をしてやがる。イノシシ面で、そう吠えるな。誰がイノシシ面だ。勘弁ならねえ。叩き潰してやる。やめるかな。本陣への攻撃は防ぎ切ったか。だいぶ兵を消耗してしまったな。敵本陣を落とせると思ったのに、織田勢は思ったよりもしぶといみたいだ。で稲葉山城を落とすつもり？いくら勢いがあっても無茶だと思うな。かなう相手ではなかったか。強引だな。彼らの力を見くびってたみたいだ。軍師が倒れて増援がやんだか。残る連中はそこが知れていよう。先へ進むぞ。どうやすやすと進ませぬ。者ども押し出せ。この音、敵兵を鼓舞する陣太鼓か。見過ごせんな。止めよう、とて無駄よ。目障りだ。壊してくる。ここの武者、わしに付き合い。止めよう、とて無駄よ。敵兵の士気を高められては厄介だ。あの手の連中は先に倒しておくに限る。道山様のもとへ行かせるものか。俺の刃で止めてみせる。
開門。戦場で手合わせ願おう。開門。だいぶ手こずった。王さんまではもうすぐだ。相手ではなかったか。お主の器、マムシの牙で測ってやるとしようか。俺も動産を侮るほどうぬぼれてはいない。総身の力を持って打ち取れ。城を攻める余力まではあるまい。ここまで追い詰めたが、味方の損害も大きい。城攻めはまたの機会だ。こたびは引こう。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさかあそこまで。ああ、あの石頭。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの？確かに。そう。頼み。